EU 栽培地域のゾーン区分ゾーン A ドイツゾーン B フランスロワールアルザスシャンパーニュなどゾーン C1 フランスボルドーブルゴーニュなどイタリア北部スペインゾーン C2 フランス南部、イタリア、スペイン、ゾーン C3A、ギリシャ、ゾーン C3B、フランス、コルスなど、イタリア南部、スペイン、ポルトガル、ギリシャの一部など、世界的ワイン産地における主な気候。 大陸性気候、主にブルゴーニュ、中央、東ヨーロッパなど、海洋性気候、主にボルドー、クナワラなど、地中海性気候、南フランス、スペイン、イタリアなどの地中海沿岸エリア、オーストラリア、カリフォルニア、チリなど、 産地気候山梨、長野、ジュラ、サボアなど、アメリンウィンクラー博士によるワイン産地の気候区分、リージョン1、ドイツのモーゼル、ラインガウ、フランスのシャンパーニュ、ブルゴーニュ北部、適合品種はシャルドネ、 ヨハニス・ベルク・リースリング、ゲベルツ・トラミネル、ピノ・ブラン、シルバーネル、ピノ・ノワール、リージョン2、フランスのボルドー、イタリアのピエモンテの北部、アルト・アディジェ、アメリカのナパ、ソノマの大部分、サンタ・バーバラ、適合品種はカベルネス・ソービニオン、 メルロー、ジンファンデル、ネッピオーロ、シュナンブラン、セミオン、リージョン3、フランスのコート・デュローヌ北部、モンペリエなど南フランスの一部、イタリア中部のロンバルディア、ベネト、アメリカのレイク、サンベニート、日本の山形、 適合品種はシラー、サンジョベーゼ、カナイオーロ、リージョン4、イタリア南部、スペインのヘレス、ポルトガルの道路、アメリカのデイビス、オレンジ、アルゼンチンのメンドーサ、オーストラリアの南オーストラリア、アデレード、 アルジェリアのオラン、日本の甲府、適合品種はバルベーラ、プティシラー、カリニャン、グルナッシュ、テンプラニーリョ、リージョン5、イタリアのシチリア、スペインのアリカンテ、アメリカのフレスノ、南アフリカ、 アルゼリアのアルゼ適合品種はカリニャングルナッシュ